郊外町は、かつて、東京都港区麻布にあった町である。町名としては1869年から1967年まで存在した。麻布地区住居表示対象図郊外町は、江戸時代から1967年まで存在した町名で、町域には、現在の東京都港区南青山6の7町目から西麻布2の4町目の一部が含まれる。町は、 大西奉還後の1869年、それまでの武家地や長谷寺を合わせて設けられた。現在の地理では、西麻布交差点から、広尾方面に向かう外苑西通りの左右に広がる、町域で、青山霊園のすぐ南から、日本赤十字社医療センターまでが含まれる。郊外町は、外苑西通りや、旧郊外側が流れる、谷底の低地から、右手は牛坂などが上る高台。 左手は、郊外坂などが上る高台で、かつての町名は、港区立郊外小学校の名に残されている。一帯は、江戸時代には、武家地で、現在は、外縁に西通り沿いや定地部には雑居ビルや飲食店が並ぶが、高台には、邸宅やマンションなどが見られる。また、私塾国士館の発祥地もここ、郊外町になる。郊外町の名称は、町域を流れる。 郊外側にかかっていた郊外橋が町名の由来とされる。郊外とは女性の日本髪に用いられたん差しと並ぶアクセサリーの一種であり、地域にはそれにまつわるエピソードがある一方、郊外と伊賀両家の屋敷にちなみ、郊外伊賀町を展示て、郊外が町から郊外町となったというダジャレのような説もある。郊外橋は牛坂及び富士見坂の坂下にかかっていた。 武蔵野の洋路にあって、古くからよく知られていたが、大正時代末期に川が暗渠化されたことで消滅した。明治時代後期に出版された、地事、新鮮東京名所図へは、郊外橋について、郊外橋は、昔よりその名高けれども、実地について剣するに郊外川と称する一皇居に、かする小板橋なり、長およそ2軒、幅3軒に過ぎず、元は、欄干もなかりしが、 今はこれを付したり、現在のものは明治33年12月の落成にかかると記している。現在、西麻布交差点南方、外苑西通りから一本西に入った裏通りの位置、交差点が橋のあった地点にあたるが、現地にそれと伝えるようなものは何もなく、川の痕跡も残っていない。郊外坂は郊外町にある坂道で、現在の住所では、 港区西麻布2丁目と4丁目の境界に位置し、六本木通りを西麻布交差点から高木町交差点まで上がる上り坂である。元は都電の通った坂道であったが、現在では六本木通り上にかかる首都高速道路3号渋谷線の高架と西麻布交差点の外苑西通りをオーバーパスする高架という2階建ての高架道路に覆われた速道になってしまっている。 郊外坂は同じ大地に登る牛坂と並行しており、谷底である西麻布交差点を境に霞坂と対面している。1941年に編まれた麻布区市の麻布郊外町の郊には、郊外坂青山六丁目に至る郊外町電車通りとの説明が見られる。旧郊外町の町域においては、 港区元麻布三丁目の仙章寺前から西麻布三丁目三番あたりを西に下る富士見坂も郊外坂と呼ばれることがある。こちらの郊外坂の坂下はかつて郊外橋があったところで牛坂へと登る道筋である。郊外町には大猫の伝説があり、麻布の大猫として知られる。ABC 特集東京の地名町それぞれの物語東京人 第20巻第5号平成17年5月3日発行 ABC 今おけいす介失われた地名を手がかりに東京町歩き特集東京の地名帳それぞれの物語東京人第20巻第5号平成17年5月3日発行 ABC 郊外坂石川定時江戸東京坂道辞典コンパクト版平成15年9月20日発行 ABCDE 郊外坂、横関栄一、江戸の坂東京の坂畜麻処房平成22年11月10日、発行、古谷聡ウルトラマンになった男小学館2009年2ページ。AB、人事更新録、第14版下も7ページ。2019年9月10日へずらん。ありがとうございます。